ヤミナエヴァソンだよ。最近モーニングルーティンの動画って人気だよね。モーニングルーティンって知ってる？その人の朝の、まあ、習慣っていうか、その朝の一部終始をちょっと動画としてまとめた感じの、ものなんだけれども、ちょっとね、僕もね、モーニングルーティン動画出したいっていうことで、前回僕はみんなに質問しました。みんなの朝のルーティンって何？さて、みんなのコメントを受け取って、どういうモーニングルーティンの動画が生まれたのでしょうか？それでは、見ていきましょう。どうぞ。僕のモーニングルーティン、僕の朝は日の出とともに始まりませんでした。もう昼じゃん。なのでもう一度寝ます。次の日、僕の朝は日の出とともに起き、庭で水やりをした後、さっと作った朝食を食べる。その後軽くジョギングをし、モーニングティーで疲れを癒しながら新聞を読みます。という夢を見たのさ。うるさい目覚ましに起こされる朝は、目覚まし時計をぶっ壊し捨て、このままでは次の日起きれないので、すぐさま新しい目覚まし時計を注文します。そして安心して寝ま、おっと危ない、また寝てしまわぬように壁に頭をぶつけて目を覚ましましょう。しかしそれは壁ではなく、自分は家にもいなく、もうパジャマを着ておらず、振り向くと空飛ぶ緑色のゴリラが話しかけてきて、自分はワンチョコになっていて、という夢を見たのさ。今度こそちゃんと起きます。素晴らしい朝が来た、さあ今日も元気に行こう。何起こるか楽しみだ、何が起きても感謝しよう、という夢も悪くないよね。見てないけど。そんなこんなでようやく起きたら、朝のコーヒーは苦いので水をマグカップに注ぎ、コーヒーを飲んでいる気分を味わいながら世界の終わりを見届けます。ここで一句。よさりとも淡々という夢を見たのさ。全部夢だったってことは、まだこれからモーニングルーティンをするっていうことだから、まだモーニングルーティンしてない、モーニングルーティン動画になってないんだよこれ。まあ一回、そういえば朝といえば、なんか寝すぎて寝坊して、学校とか会社とかバイトとかに、なんか待ち合わせとかに遅刻した経験のある人は、まあ結構いると思うんだけれども、ちょっとね、次回僕はね、間違えて寝坊して、何かに遅刻した時のためのちょっと言い訳を教えてくれるかな。なんか寝坊しましたって言うと、なんかちょっと だらしないでしょ。だからなんか何かしらのね、いい言い訳があるとね、なんかいざという時にね、役立つのかなと思って。だからちょっとみんな教えて。そもそも遅刻しなければいいんだけど、みんなの素晴らしいお答えは、コメント欄に、ハッシュタグエヴァ級遅刻と一緒に、ちょっとコメントしてもらえれば、探しやすいので、ぜひそうしてもらえると助かります。あと、ツイッターでもハッシュタグエヴァ級遅刻って一緒にツイートすれば、僕もどこかで探しに行くので、よかったらそちらでもどっちでもいいので、よろしくお願いします。あと数日後ぐらいに、コミュニティ投稿でもまた同じことを質問するから、その時にまたコメントしてもいいから、よろしく。ということで、動画見てくれてありがとう。今回は最後に言うことがもうないんだよ、もうほぼないんだよ今回は、あ、そう、前回僕が言ってたのサブちゃんとの歌ってみたのコラボ上にあるから、ぜひもう聞きに行ってきて、頑張りました。はい、以上です。じゃあまた、バイバイ。